こんにちはーアカデミー堀秀夫ですメルカリ上場 IPO は儲かるというね、えー、動画、それとサポートベルマガで流したら、まあ、早速、じゃあ証券会社、大和証券で講座開設してね、えー、申し込もうというご質問がありました。で、証券会社行くの初めてとかね、えー、そういえば、証券会社って金持ちが行くとこだから、えー、小口だとね、冷たくされるんじゃないかとか、 いう質問があったんで、それについてちょっとお答えします。まずね、大、え、和、ーまあ、証券。まあ、講座開設するの、インターネットで見るとね、ネットで開設してで、えー、スマートフォンだと1日でできると。今、早くなってますねで。スマートフォン皆さん持ってると思いますんで、1日でできますで。窓口に行けば即日できますけど、えー、ちょっとね、窓口が遠いとか、 ちょっと緊張するなという場合はね、えー、このスマホで申し込んじゃった方がよろしいかと思います。でしかも今ね、多分メルカリ上場結構なイベントなんで、えー、これ窓口混んでるかもしれないしね、えー、まあスマホで済ましちゃった方がいいかなという感じです。もしね、 窓口行く場合は、えーまあ、小口で冷たくされるんじゃないかということなんですけど、まあ、冷たくってこともないですねで。そもそも小口と大口の区切りが、ですね、えー、一度にまあ5000万とか1億預けるとか、そういうレベルなんで、まあ、100万しかなくても、1000万しかなくても、あんま変わりないと、ね。メルカリ申し込みたいですと言っていけば問題は別にないですけどね。普、え、段、ー、着で金と印鑑と免許証を持っていけば問題ないです。 いやもしもね、温かく迎えてくれなかった。やっぱ小口だからダメなんだなという場合もね、何の支障もないです。えー、もしもね、まあ、その軽く億を超える現金がある場合以外は、まあ、証券マンが親身になってくれても全くに近いぐらいメリットはないです。まあ、億を超えるなとね、話の持ってき方とかなんとかでね、えー、その抽選じゃなくて、ね、新規公開株をもらうと。 いうやり方がね、ないわけでもないというか、やりようが場所によっちゃあるんですけど、まあまあまあ、そうそうね、を超える現金、そういえば余ってますよという場合は、まあ、逆にメルカリ当てなくても、他にも儲けようもあるでしょうし、逆に奥を超える、ね、お金を作れた、あるいは親に資産があった、どちらのケースもね、 まあ別にそんなに、えー、手間暇かけて、えー、やらずともは、まあ、儲かる話はあるんでね、まあ、全力投球、ここにメルカリ当てたいという方はね、億、えーまあ、を超えるキャッシュがあって見てるという方は、ね、いないと思いますんで、それはパスしてお話を進めます。で何しろ、ね、窓口でね、あるいは営業マンにいい情報をもらえないんじゃないかと、ねえー、大丈夫です。 窓口のお姉さんとかね、証券マンは、どの道、えー、儲かる情報なんて知りません。もしもそんな情報分かってるならね、窓口勤務をしたり、顧客開拓な,なんかをせずにね、えー、自宅でトレードするだけで億万長者になってます。これね、えー、有名な株式投資家、元手が百何十万とかでね、100億、200億とか、ねえー、年収何千万とかいますけど、結局投資っていうのはね、えー、ピコッ 本当、クリックするだけなんで、その儲かる情報を見抜く力とかね、があれば、えー、本当に簡単に億万長者になっちゃいます。まあ、そんなわけでね、逆に証券会社で勤務してる人は、そんなの聞いても、もっともらしくこれが今チャンスですとかね、特別に分けますとか言いますけど、まあ、そんなもん証券会社に入る手数料が多いだけでね、全然儲かりませんので、気にしないでください。えー、証券マン、ね、あるいは窓口に出た人に気に入られなくても、 全く問題ないですむしろね、多少金あってかもだと思われたらね、えー、危険なんで、まあ、えー、そういった意味じゃ、ね、冷たくあしられて、全く問題ないという、むしろウェルカムと思っていただいて大丈夫です。でそれと、大和証券ならではと、あるいは大和,大和証券以外の、ね、ことでれば聞かれることがありまして、まず特定口座の ねえー、申し込みをするしないってあるんですけど、これは特定口座の、えー、申し込みをして、源泉徴収ありで申し込んでください。これで申し込んどけばね、株式の利益に対して確定申告しないで済むので楽です。それから株式,数比株式数比例配分方式は申し込んでください。これ分かんなくても申し込んどいてくださいあの、えー。分かってもあんまり意味もないんでね。 申し込んでいいてくださいそれから、大和証券の場合ね、大和ネクスト銀行っていうのがね、2011年にできてたみたいて、私もちょっとね、知らなかったんですけど、その銀行口座開設と、あとそこの銀行と大和証券のお金を行き来するスウィーブサービス、それからその大和ネクスト銀行で外貨普通預金、外貨で預金を預けられる口座開設。 これ聞かれた場合はね、どれも手数料のかかるサービスではないので申し込んでおきましょう。まあ何しろ、ネットで申し込む場合はね、画面でわかんないこれどこ選択するんですかっていうのがあれば、画面キャプチャーいただければね、ナビしますんでお気軽にご相談ください。まあそういった意味でもね、このネットでやって画面わかなかったら質問しながらやるのが一番いいのかなと。ね、窓口ってやるのが早いかなと思ったんですけど、1日しか違わないんだね。 逆に明日行こうと思ってたら今日スマホでやれば一緒なわけですからスマホでやるのがいいかなというふうに思います、まあ、そんな形で、ね、大和証券講座解説、ね、質問が複数ありましたんで注意点というか気楽に行って大丈夫だよということとそういえば店舗に行って、ね、やったらどうかと思ったんですけどネットでやっちゃった方が簡単だねと 私もそういえば証券会社の講座ね10以上作りましたけど窓口で作ったのって2つしかないですねネットで作るのがやっぱデフォルトみたいなんで、まあ、ネットで済ませて分かんないところありましたらご質問ください以上天満アカデミー堀秀夫でした